皆さんおはようございます。本日はワールズ2022グループステージ Day2 の模様をお送りしております。実況のイエガーです。解説はリクルスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いてゲーム2はイビルジーニアス VS G2 e スポーツ NA 対 EU という伝統の一戦でもありますし、昨日のレボルさんの言葉をお借りすれば NA VS 実 NA と NA っぽいチームの対決ということになるおっしゃられてましたね。はい、まあはい、それについてちょっとこうなんか感じましたか。それについてなんか思われたところとかありますか。まあ、構成上仕方ないなっていう部分はありましたし、まあ、僕はね全然 NA がそのなんかずるずると引き伸ばして負けるみたいなことは全然思ってないんですけど。あ、そうなんですね。はい、まあ、全然ねそういう風な印象はないんですけれども、まあ、なんかちょっとねレボルさんからすると NA っぽい戦い方というのはあまり好きじゃないよっていうことなのかもしれないですけども、まあ、そうですね、うん、そうですね、もうちょっと違うかな。今聞きましたね、そうですねって。違います、すみません、レボルさん、違いますよ。はい、ですね、その、はい、NA で、はい、まあ、多い戦い方っていうのが、やっぱりその、うん、集団戦、はい、がっつり見合う回数が非常に多いっていうことですよね。そのオブジェクト周りだけじゃなくて、もうミッドレーンにもう5人集まって、はい、もう一緒に戦おうよみたいな、お互いもう戦おうよみたいな、っていう戦い方は結構多いので、まあ、そういうふうな印象を持たれている方は結構多いんじゃないかなとは思いますね。まあ、対してこう LEC、EU らしい戦い方っていうのはちょっとそれとは違うっていうことなんですかね。まあそうですね、その集団戦ももちろんやるんですけど、うん、少数戦をさっきのローグ戦みたいな形で、ローグ対リアル X 戦みたいな形でガツガツ見ていって、はい、人数よりつけていったりとか、
あとはそのローテーションのところでタワーのトレードを行ったり、もしくはもう有利にどん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 オブジェクトを一方的に取っていったりっていうことを狙っていくことが多い、そういう地域になってます。まあ、集団戦以外の選択肢がちょこう豊富にあるっていうのが、うん、まあ、一つ EU の強みでもあるし、ね、特徴でもあると。ただまあ G2 に関して言えば、うん、結構おそのファイトの量比率っていうのは多いチームではありますね、うん、他の EU チームに比べてってことですね。特にそのキャップスだったりヤンコスだったりっていうのが結構血の気が多いというか好戦的なプレイヤーにもなってます、うん、ファーストブラッドキングなんていう夢もありますからね。そういう意味でもやっぱりそのヤンコスの動きっていうのはかなり注目しなければならないのと、あとはドラフトですよね。先日はもうあまりにももうケイトリンに偏ったドラフトになってしまって、そのケイトリンが崩れてもう中盤以降はどうしようもなくなったっていう風なドラフトになってましたからね。まあそのケイトリンが非常に番率が高く、まあ、ピックも空いていればされるチャンピオンではあるんですけども、やはりケイトリンをピックしたときに一つ重要になるのがケイトリンが勝たなくてはいけないっていうところですよね、うん、その保険、まあ、もし負けてしまったとしても例えばアジールがいるとか、うん、あということになればダメージの補填が効きますから、まあ、そういうところでもカバーが効くんですけど、まあ、特に今打ちされているキャプス、まあ、キャプスだったの応援もありましたけれども、はいはい、先日はセラフィンを使っていたことによってちょっとダメージを出すことができなかった、うん、そうですね。どちらかというとこう補助をするサポートタイプのミッドレーンのチャンピオンになりますから、うん、そして上2枚もフロントタイプでしたからね、うん、なのでそのあたりのドラフトをどう改善していくのか、まあ、キャプスの強気なレーニングっていうのもちょっと持ち味のチームですからね、まあ、ファンとしても見たいですし、そこはちょっと今回のドラフトがどのようになるか、今回レッドサイドですからちょっとカウンターピックっていうのも期待してドラフトを見ていこうと思います。イビルジーニアス VS G2e スポーツ、ブルーサイドイビルジーニアス、レッドサイド G2e スポーツとなっております。まずイビルジーニアスは8ロックスからバンを行ってきました。対してのイビルジーニアスは先日、うん、もう、はい、JTG に対してあと一歩っていうところまで行ってましたからね。非常に調子の良さっていうのを見せつけてはいますが、それを継続できるかどうかですね。ああ、そしてイビルジーニアス側がケイトリンがバンするようです。対して実はアカリージョジョペンのアカリをターゲットマンですね。さあここまでマオカイであったり、まあ、ミスフォーチュンだったりというところが非常に評価の高いチャンピオンにはなってますが、イビルジーニアスサードバンでスウェインミッドのチャンピオンを消してきました。さあ G2 スポーツサードバン、これ魔王界どうするかですね。あ、カリスタもそうですね、バンをしなくてはいけないとなると魔王界はオープンになりますよね。おっと、一旦ドラフトが一旦ですね。あ、大丈夫ですね、戻ってきました。ただ魔王界取りますよね。取りますよ。あ、どっちですか。あ、取りますね。取りますよね。対してセジュンが取れればいいということでしょうか。まあ、ここはその結構あるドラフトの流れというか、マオカイとセジアに両方開けるドラフトにして、どちらか一方を渡してどちらか一方を取ると。そのブロックブレードキャップスともにメレーファイター、うん、まあ、アサシン系のチャンピオン得意ですからね、そこにセジアに合わせると非常に強力ということで、マオカイ渡してのセジアにピックを見てるということでしょうかね。いや、マオカイのデータ今出てましたけど、ピック率番率ともに高い上に勝率 70% 超えと、あ、そしてその通りになりましたね。サイラスとセージャーに、確かに魔王界がいるときに出すサイラスというのは強力ですよね。アルティメットを乗っ取った際にも。そうですよね、アルティメット、魔王界のアルティメットを取ることによってゾーニングもできますし、セージャーとの相性もいいので、まあ、これは狙ったドラフトだったと言えると思いますね。さあイビルジーニアス G2 スポーツのこのサイラス、セージャーにピックを受けてセカンドピック、バルスタム検知のラインを構築するということでしょうか。まあ、セジャニのアルティメットにもタム検知のアルティメットはカウンターとして機能しますが、バルスも非常にここまで調子がいい。ピック率、バン率はそこまで高くはないんですが、勝率 80% と、タム検知の方も合わせてピックされるので、お互いに勝率高くなってるはずですね、さあそうですね、タム検知も 83% ウィンと、非常に好調です、ここまで。まあ、例のところから本当に無難にやり過ごせて、集団戦でもアルティメットによる CC と、あとは DPS がしっかりと出る、まあ、イモータルシールドボーなんかを選択することによって耐久力を増していくということで、かなりこうメタに合っているような印象はありますね。
唯一ブリンクができないっていう弱点はありますが、タムケンチがそこをカバーしてくれるということですね。おお、そこに対してフラクドのアフェリオス、エディキャリーを抑えてきました。こちらも得意なチャンピオンではありますね、うん、となればどうでしょう、インパクトのガンクブランクとか、はい、まあ、ここまで、得意としてきたチャンピオンたちを削っていくのがなんか事実は自然なのかなという気がしますが、うん、あ、ただアジール継続してジョジョピュンに対してのバント。さあイビルジーニアスはどうしますかね。まあ、サポートとトップになりますか、うん、ロークンブレードのチャンピオンプールというのも、まあ、なかなか特殊ではありはしますが、ここはサポートの番にしましたね。まあ、消しきれないということでしょうね。さあレナータをバンして、そして G2 スポーツはグレイブス、魔王界がトップに来るかもしれないということでのグレイブス番ですね、はい、この辺りも魔王界の強いポイントですね。まあ、ただここまでは非常にジャングルでのピックが多い、ついでトップという形にはなっていますね。そうですね、まあ、タムケンチも見えてますから、トップジャングルのフレックス、あ、そしてダリウス番ですか。なるほど、どうでしょうね、ちょっとマウカイトップも見てるかなというような気はしますが、そうですね、確かにエイトロックスがバンをされていて、その中でちょっとそのマオカイに対して出されてきついチャンピオンと、カウンターとなり得るチャンピオンを消してきたようなドラフトになっています。さあそして、あ、レルにしますか。まあムムもありましたけど、レルの方がよりパフォーマンスが出せるだろうと、勝率も出てましたけど 80% 現在出てますね。エンゲージが非常に強力なレル、そしてイビルジーニアスはここで、まあ、マオカイの1レーンというのが確定するわけですが、セット、おー、これミッドセットになりますね。サイラスに対して出すということでしょうかね、はい、そしてジャングルにこれフィドル見せてますが、インスパイアードなら確かにとは思いますけどね。リリア、トランドル、まあトランドルが無難ですか、うん、まあセジャーに対してのトランドルが一番無難には見えますよね。ただこの、あ、あ、ニドリーだ、おー、これは面白い、セトとの組み合わせ、魔王界との組み合わせで非常に使いやすいということでの2打り、セジャーに対してで、ジャングルのところをコントロールしていこうという狙いですね。ただこれトップレーンのところどうなるのか、まあ、ヨネとかのピックもまだ残ってますからね、ブロークンブレード、何ピックしてくるのか。いや、これで魔王界はトップレーンだ、カウンターが出せるぞ、フィオラですか。フィオラ、はい、これはもうメタに沿ったピックにしましたね。まあ、なんかそのイビルジーニアスとしてはラストバンフィオラでも良かったのかなっていう気がするんですけど、まあ普通にそうですね、ここまでの、はい、ドラとの流れというかメタを考えるとフィオラだと思うんですけれども、はい、ダリウスの方が怖かったということで、まあ、これは何かしらスクリームレベルで何か情報が入ってたのかもしれないですね。ブロークンブレードのダリウスがまずいぞ、強いぞと、まあ、なんというかピック経歴でいうとそのイレリア、フィオラ、あとはヨネみたいなチャンピオンたちの方がまあ多いですからね、傾向としてはそちらを警戒するかなとも思いましたけど、ただまあ今回はダリウスをバンしてフィオラはいいよというドラフト、まあ、G2 スポーツもそこに乗っかる形で魔王界に対してフィオラを当てることができました。さあ両チームの構成改めて振り返ってみていかがですか。まあ、お互いに、なんというかAD キャリーに対するプレッシャーがかなり高い構成だなという気がしますよね。ただちょっと違うのが、イビルジーニアスの方はこの2打りを中心とした、序盤コントロールからのスノーボールを狙っていかないといけない構成になってます。特に、2打りがゴールドを稼げなかった時に集団戦でかなり失速してしまうようなチャンピオンにもなっているので、瀬戸との組み合わせで序盤からしっかりとゴールドを回収していきたい。一方の G2 からするとかなりフロントラインが厚い構成っていうのをしっかり取れた上でのアフィリオスが取れてますから、まあ、無難に2打りの時間帯をやり過ごすことができれば集団戦勝っていける、うん、サイドの1対1も勝っていけるということで、まあ、LEC 本来の実力を出せるようなドラフトになっていると思いますね。さあ始まりましたワールズ2022グループステージ Day2 ゲーム2、イビルジーニアス VS G2 スポーツスタートです。
さてイビルジーニアスが面白い動き考えてますか。5人全員で固まって動いていきますが、これは入ってくる動きを警戒してのポジション取りになってました。インベード G2 サイド行わなかったのでリコールを行ってトリンケットの持ち替えを行っていくイビルジーニアスの選択になりそうです。ルーンのところの違和感は特になさそうですかね。まあ、強いて言うならニダリーがセーフ者を持ってしっかりとファイトを狙っていこうというような選択にしています。貪欲な賞金首狩りにもしているので本当に序盤からキルアシストを取っていってゴールドを回収していきたいというような狙いになってますね。さてここからは普段なレーニングのスタートになりそうですが、早速ジョジョ君がレベル1からフェイスブレーカーからのダメージトレード。まあ、基本的には最序盤からの殴り合いというのはキャプスが使うサイラスはセット相手にやりたくないというようなことになってますね。レベルが上がってスキルセット揃ってくるとセットの W を E のブリンクで避けたりとかということで、まあ、戦っていくこともできなくはないんですが、序盤のセットの殴りあまりにも強い上にその後回復もありますからね。いや苦しいですねキャプス。これはしかしイビルジーニアスがドラフトでしっかりと掴んだ有利になります。そしてこの有利をニザリンに波及させて、はい、ニザリンのスノーボールを狙っていくのがまずは序盤の狙いになってますからね。さらにはこのトップレの魔王界のところにもこの対象指定スネアがありますから、槍を当てるにはうってつけのレーンになってますね、はい、ブロークンブレードからしても、まあ、レーニングある程度有利っていうのは見込めるんですが、スタンになったぞ。ブロークンブレードリポストイースタンからインパクトはフラッシュありますが、ブロークンブレードもフラッシュは当然ある。さあフラッシュはどこで使うか、使わない判断だ。互いにフラッシュは使いません。しかし体力よりはブロークンブレード、インパクトとしてはマナもかなり消費してしまいました。いやインパクトの Q に合わせてのマイブリンクからのパリー、見事でしたけど、その後手前にある弱点をちょっとつけなかったですね、うん、そこはうまくインパクトがカバーしましたか。いやしかしこのレーンを見てダンコスのワードに映らないルートがトップレーンに向いている。いやインパクトマナがないです。フラッシュは残していますが、しかもこのレーンですからね、帰ることはなかなか難しい。押し切りたいぞ。インパクトとしてはそのプッシュを狙っていきますが、いやここでヤンコスが入ってきます。フラッシュはちょっと送信には合わせられない。ここで使ったインパクト、いやしかししっかりと G2 スポーツが持っていきます。フラッシュはブロークンブレード、ヤンコスともに温存。インパクト苦しいレーンのスタートになりました。いやこれは苦しいですね。ただまあインスパイアードもこの動きを見てヤンコスのルート変更から、おおなるほど、入れ違いの形でクルーグを触っていますねインスパイアード。あただヤンコスクルーグに向かう。さあどうだ、大きいクルーグはインスパイアードを取った。ブロークンブレードもテレポートからトップレーンに復帰。インスパイアードがこのクルーグのコントロールを明け渡します。ただまあトータルで見るとそんなにヤンコスとしても不利はないですよね。まあ序盤やっぱりその取りづらかったスカトルを1個取れてるわけですし、大きいクルーグを取られただけですから、ヤンコスとしてはあまりロスなさそうですね。ボットレーンに関して言うと、まあ、ターガマスのオーリンがきれいに決まればということはありますが、最序盤からガスガスとファイトにはならなそうですね、はい、それよりもやっぱりトップサイドを重点的に見ていく必要がありそうです。そうこう言ってるうちにミッドレーンのところでは 10CS ほどの差ができてますね、はい、なんというかまあドラフトで得た有利を互いに生かすことができている最序盤の展開になってますか。そうですね。おお、そしてこれボットガンのスカトルまでヤンコス抑えられますか。これ大きいですね。大きいですね。両サイドのリフトスカトルのコントロールを取りましたヤンコス。最序盤あれだけルート変更したジャングルのルート選択をしたんですけど、それでもインスパイドと CS はイーブンですからね。うん、ただこの瀬戸との動きは読めているか。インスパイアドとジョジョピョンで入っていく。そして前からはバルカン、カーモグリのエンゲージはノックアップにはなりません。槍を投げてヤンコスにはヒット。
ただこれはタワー下に逃げ返って生き残っていきます。うん、この動きからドラゴンを触ることができてもレベルの差を広げるというところにはならなそうですね。さあヤンコスはリコール、経験値のところではそんなに大きな差にはなっていなさそうですね、はい、さあそのタイミングでイビルジーニアスはドレイク判断、まあ相手のリコールが見えましたから、はい、お平明館は逃亡で避けるが続くラッチはミニオンによって阻まれます。まあ、この動きを定期的にキャップとしては行っていきたいですね。瀬戸はそのダブルのバフがあってから相当バースト出るようになりましたから、はい、あれを中心で食らってはレーニングできないですね。ここもいった、うまくショーストッパー当てて、そしてラチは最長レンジか、平明館のシールドを生かしながら、そしてジョジョ君ショーストッパー返していきますが3対1 G2e スポーツキャップス見せます。いやあれはもう反応できない速度での仕掛けでしたね。しかも E の2回目の CC をしっかり残した上での仕掛けでしたね。今ウィンクからフラッシュアルティメット、いやこれはお見事、そしてランチ、フラッシュ先にしっかりと置いてましたね。いやこれどうだどうだみたいなギリギリまでみんなガッツポーズ我慢してましたけど、しっかり決めていきましたね。だからこれ大きなワンプレーになりましたね、 G3 スポーツ。はい、ミッドレン不利を背負っていたキャップスなんですが、キルの獲得に成功、1キルがキャップスに入ったと。トップレーンもずっと安定してレーニングできてます、はい、今のところこうニダリーをピックしてうまくいってる部分というのは見出せてないですね。仕掛けられてないというイビルジーニアスです。まあ、一応もう一つその利点としては、まあ、ジャングルクリア早いのと移動が早いので W の輪の各地に展開しながら、視界マップのコントロールが取れるという点はありますね。さあここもクリア速度を生かしてインスパイアとかブルーバフのスティールを成功させています、うん、ただそれを生かそうとする場合、はい、まあ、視界のコントロールからオブジェクトを先にタッチしてポジション有利を取るとか、まあ、左のポークを使っていくとかっていうことにはなるんですけど、まあ十中八九集団戦になるので、そうなった時にバルスにかかる負担っていうのがめちゃくちゃでかい構成なんですよね、うん、バルスはそうなると崩れてはいけないですね。いやただそこを崩しにかかりますよ G3 スポーツ。キャップスボットレーンにローム、ヤンコスはちょっと送信でブッシュに意味を入れていきます。さあ汚れの連鎖乗っ取ってバルカンに当てていきましたが、フラッシュを2枚使って対処するのはイビルジーニアス。タムケンチのアルティメットが上がるギリギリのタイミングで仕掛けていきますね。これフラッシュが2枚ない、ヤンコスはまだアルティメットある、もう一度いきますヤンコス。ちょっと送信は香りに当たった、カワモグリはタイロに打っていきましたがバルカンはスタンで身動きが取れない。その間に香り、そしてスタンを入れられたバルカンと持っていくのは G2 スポーツ、2キル獲得、タワーダイブ成功です。いや完璧でしたね。まあタワープレートかなり取られてしまって、このままミッドにヘラルド出されると破壊されることにはなるんですけど、先ほど言ったやっぱりニダリーが育たなかった時にバルスが育っていないといけないという状況を G2 はもう先に潰しに行きましたね。この動きが非常に素晴らしいですよね。さあジョジョピュンとしてはタワープレート、おっとジョジョピュンのリコールキャンセル。ここから G2 も一旦はこのミッドを明け渡すようなことをしてしまうと、はい、アウタータワーがすぐさま取られてしまうのでミッドのカバーは優先しなければいけないと思いますが、ここヤンコスよく見てましたね。タムケンチのダブルのブリンクに合わせてアルティメット残しましたね。しっかり CC で止めてダブルキル。いやキャップス大喜びですね。大喜びですね。ラックドもタワープレートが叩けて、うん、かなり5万円ずつというような形でしたが、さあインスパイアードとしてはカウンターで取ったこのヘラルドを生かしていきたい、生かさなくてはいけないというゲーム展開にもなってますが、そのインスパイアードボットレーンタワーダイブのプレッシャーを作っていく。ミッドレーンからジョジョ君を動かして、さらにプレッシャーが見えてる。ウェーブクリアが間に合ったか G3 スポーツ。ただもう1ウェーブ来ますよ。
と時間がかかりすぎている。となるとミッドウェーブとあとはキャップスのやりが気になりますね、うん、ヘラルドを出しました。インスパイアードボットレーンに、ボットレーンのタワーに向けてヤンコスとキャップスも合流できるタイミングでありますが、まあ、ここはヘラルドのタックルは許すと。ミッドはかなりケアをされてしまっているので無理だということでボットに切り替えた、まあ、バルスにゴールド入れに行く判断は良かったと思いますね。これ先ほど一瞬ゴールド出てましたがボットレーンのゴールドではイビルジーニアス今のワンプレーで香りが対面のフラッグとに対して有利をわずかですがつけているというふうに出ていました。お、そのままのドラゴンスタイラスのリコールが分かってますね。これこれが取れると2つ目のドレイク獲得になりますが、ただテレポートも使うのは G2 スポーツファイト判断ですね。それを受けてイビルジーニアスはドラゴン諦めます。一旦ストップ、左のポジションと体力状況が良くないですがキャッチを狙ったこの動き、グレーシャルプリズムはバルカンに入った。これは逃げられません。バルカン全く CC チェーンで動けませんでしたね。あとトップレーンは樹人の進撃に対してリポストが刺さったぞ。早いグランドチャレンジ発動からうまく4つの地点をついて4つの急所をついて戦勝の地、体力有利がブロークンブレード大きく生み出しましたがマナがありません。リコールですね。さらにはここから左のプレッシャーかかってきますからね。ちょっと長いはできないということで下がりますね、うん、インパクトもうまく抑え込んでますね。そこまでフィオラに対してこう不利を背負うというような展開にはなっていません。ただまあこの辺りからですよね。リバインサンダラ完成してくるとまた話が変わってきますからね。一気に魔王界タンクとしてはダメージをもらってしまう。フラッシュインジョジョ君フェイスブレーカー、あただこれは槍が合わない。さらにこれキャップス今回ライノリの苦悶の極限ビルドだと思いますので相当ダメージ出ますよ。この時間帯注意しなければいけませんね。おっと続く少数戦が起こっているが、いやこれも仕掛けきれないイビルジーニアス。イビルジーニアスは継続してミッドレーンにプレッシャーをかけていきます。あ失礼、キャプス W 上げでしたね。あなるほどなるほど、うん、継続戦闘の力を高めていくようなビルドでした。ミッドレーンにかなりプレッシャーを強めてかけていったイビルジーニアスですが G2 スポーツも対応してのボットレーン、あそしてブロークンブレード、やはりディバインサンダラが完成してきてからはちょっとインパクトとしてはやりづらそうな動きにも見えました、うん、そのままミッドからボットにかけてのプレッシャーでフラッグにまたタブレット叩かせてますね。4枚目の獲得、うわそしてタワーの破壊までいくか、全てのタワープレートを獲得しましたボットレーン。いやーこれトップからボットにかけてほとんどのレーンでゴールド有利を作ることができましたね、うん、G2 スポーツ。そうですね、現在、まあ、1000ゴールド有利がフラッグにあるようです。そしてドレイクを触り始める G2 スポーツ。結局ボットで少数戦の形を作られたことによってタワーを削ること自体はイビルジーニアスできたんですけれどもキルゴールドで追いつかれて逆転されてしまってそもそもレーニング勝てないような状況にちょっとなりつつあると。となってしまってニダリーが活かせないですね。スローが入った。勝ってる部分をスノーボールさせるのはニダリー強いんですけど負けてるところから逆転するのはレーナの CC に依存しますからね。ヤンコスクリーチャープリズムありますがまだ使わない。いやこうちょっと睨み合いのところで先にスキルを使わせてそれをスキルで避けたいみたいなお互いの駆け引きがありましたかね。そうですね、まあ、とにかくイビルジーニアスからするとこのバルスにゴールドを集めていく必要がありそうです。ダメージ DPS の主体はもうバルスに偏ってますからね、うん、フィオラ、セジアニ、サイラス、レルとまあポジションを取りづらくするチャンピオンは多くいるんですけど同時に削るためにもバルスはダメージを出さなければいけないので香り次第ということにはなりますね、うん、まあ、ただイビルジーニアスフロントラインは強固ですよね。そうですね、魔王界瀬といますし、まあ、タムケンチが一度救出もできるということですから、うん、ビルドさえ揃えば殴れそうには見えますが
トータルゴールド、獲得ゴールド各個人で出てますが、フラッグドが現在トップ6700ゴールド、まあ、キャリーラインが圧倒的ですよね、はい、続いてキャップスですからね、実のキャリーラインが非常に順調だと。ジャングラーのところで見ても100ゴールドほどしか差がついてないですね。特に G2 としては問題ない進行ができていると考えているでしょうね、うん、このヘラルトに関して見ても自分たちの方が集団戦自信持って戦えるというのが分かってもすぐさま始めてますね。いや、しかしインパクトが降りてきていますよ。裏を取るような動きを見せている。ブロークンブレードはリコールからそのまま合流。ジョジョピュンがテレポート返してきます。イビルジーニアス、さあイビルジーニアスも集団戦を行おうというポジションは取れている。一旦ヘラルドが所定の位置に戻るか。引退ゲージはもう残りわずかですが、インスパイドがその引退ゲージを切らさないように動いています。グレーチャープレゼンジョジョピュンにあったヘメーカー使わせる前に倒しきろうという動きですが、丸のみ助けて、そしてインパクトの第一の枠によるゾーニングから反転狙っていくのはイビルジーニアス。しかし結構のようにインファーナム、これで返していくのは G2 スポーツ。さらには続くキャップスのランチが香りに当たった。バルカンは川潜りで逃げていきますが、キャップスフラッシュでの追撃、これが届いてダブルキル獲得はキャップス、3キル獲得 G2 スポーツ。3-1ストレートからインスパイアのインパクトはトップのアウタータワー下逃れていく。そこを狙ってのキャプスの飛び込みですが、インパクトのカバーを受けたインスパイアードが強気に強気に返していきます。さあターガマス合流で飛び込んでくるインスパイアードに対しての排撃はこれは差にはなっていないか。槍が当たらないのでインスパイアードも反転はしない判断。 3-1 トレードで終わります。ヘラルド獲得はしかしイビルジーニアスです。うん、ここ瀬戸の瀬戸に対してのオールインだったので、まあ、W もある、あとはタムケンジのアルティメットをしっかり回収できたというのもあってかなり辛いスタートかに思われたんですけど、その後のタガマスの対応、そしてブロークブレードがしっかりとアルティメットのフィールドを展開できたこと、これによってフラッグドがダメージを出す準備っていうのが整いましたね。あとは削ったところをキャップスが1人ずつ回収していくだけということで、スタート自体はイビルジーニアス悪くなかったんですけれども、うまく返されてしまいましたね。ミッドのアウタータワーをイビルジーニアス、それから戻ってきたタイミングで獲得になっています。これに関してはもう瀬戸がずっと削ってましたからね、はい、ここはしっかりと取っておきたかったタワーにはなりますね。カウンターのトップのアウタータワー CG もインパクトがテレポートでカバーしています。ちょっと次のドラゴンに向けてヘラルドを使うぐらいになりそうですね、はい、あ、これ映ってないんですね。おお、映ってない。さあちょっとプッシュを判断していたインパクトでしたが、ブロークンブレードがプッシュに身を隠していた。合わせてのヤンコスとカウンク戦勝のチームをしっかりと展開しきって、インパクトがスキルで返してきますが、しっかり CC で固めて持っていきます。ブロークンブレード1キル、ミッドレンでも集団戦。おっと、一気にキャップスがバルカンを持っていく。キャプス体力は低いが、さらに反転狙っていくか。実際すみません、チャクラムの数が入った香り動けません。2キル獲得、実際スポーツ。これでトップレント合わせて3キルです。いや、トップミット合わせて仕掛けてくるとはっていうような流れに見えましたね。魔王界の E の視界状況っていうのも完璧に把握した上でのブロックブレードの仕掛け、そこに対するヤンコスのカバーと、でも波状攻撃仕掛けられてイビルジーニアス全くテンポをつかめてないですね。いや、ドレイクヘラルドを使ってちょっとコントロール狙っていけるんじゃないかみたいな話ありましたけれども、させてくれなかったですね。させてくれないですね。いや、ずっと映ってないですね、インパクトの視点、まあ、なのでちょっとプッシュしきろうっていう風に動いてたんですが、まさかっていう感じですね。うん、そして苗木で映った瞬間に仕掛けていくと。でこのタイミングで、まあ、トップ仕掛けてるのでミッドを押してヘラルドを出そうっていうイビルジーニアスにカウンターでターガマスがミッド仕掛けていく、まあ、通常の割り当てだとやっぱり考えづらい、はい、もちろんジョジョペンが今回はボットにいたのでっていうようなこともあるとは思うんですけど、まあ、同数の仕掛け合いになりますからリスクはある中でも実は仕掛けていくチームなんですよね。あとジョジョピュンがブロークンブレードとのワンペアを行っていますが、リポストでブロークンブレードがジョジョピュンに差を入れたのでイビルジーニアス、香りとバルカン合わせてのキル獲得は無理ですか。瀬戸の E にダブル合わせてましたね、はい、タイミング読んでましたね。うん、
さあこれで魔王界のアルティメットも取ったとなると、またこのタワーシージだったりオブジェクト周りの駆け引きが実強くなります。さすがにただまだバロンを使った仕掛けというのはやらないですか。やってもベイトまでですかね、うん、バロンピット内の視界のコントロールは G2 が完全に掌握しているか、イビルジーニアスの視界がありません。ミッドレーンにブロークンブレードも寄せて、 G2 スポーツはミッドナウタートワシージ、うん、キャップスの乗っ取った第一の捕獲でのゾーニングもあります。上からスネアが入ってノーカウンターですね。そうですね、確実に取りましたね。あとはゆっくりフィオラとサイラスのサイドレーンの強さを生かしていくだけですね。すべてのアウタータワーを獲得したと G2 スポーツになります。内儀に移った、ラッチは伸ばしますがインパクトにはギリギリ届きません。こうなってくるともうイビルジニアスからするとサイドレーンの主導権っていうのは取れないので、ドラゴンやバロンのタイミングまでこう集団戦をがっつり見るっていうのはかなり難しくなりますね。それこそミッドレーンで香りがフラッシュインからアルティメットで一人捕まえるとかするならば話は別なんですけど、フィオラに対して先ほどのように仕掛けても逃げられる可能性はかなり高い。その間にカウンターで逆サイドバロンを取られてしまうケースもあります。ちょっとサイド入活に手が出せなくなってきてますね。ただ放っておけば G2 の方がウェーブの主導権取って押していくのは明白です。はい、どこまでうまくウェーブの押し引き、そこの駆け引きで立ち回れるかですね。さあ現在試合時間はもうすぐ23分という段階ですが、グローバルゴールドより4000ゴールド G2 スポーツというところまで広がってきています。そろそろ G2 スポーツとしては、まあ、そのサイドのレーンのコントロールからこのバロンプレッシャーというところも考えていきますか。そうですね、ヤンコスのビルドっていうのもかなり整ってきてはいますが、今のところはこのワードで助かってますね。バロンは始めていないこと分かっています。イビルジーニアス、これインパクトがバロン周りの視界を取ることが非常に重要なので、内儀を受けるトップに配置してますね。さあそのインパクトを主人の進撃からキャップスに仕掛けていく。テレポートも合わせているぞ。キャッププスもうまく返してはいるが、インスパイドの合流間に合った。大地の捕獲を乗っ取って、その大地の捕獲すぐに使っていきます。キャップス大殺しの体力回復も生かしながらジョジョピンは奥にテレポートをしていますが、そのジョジョピンに狙いを切り替えていくのは G2 スポーツ。ただヘイメーカーを使って耐え切ったぞ。ブロークンブレードリポスト展開、月光の祈りのいいダメージも入っているもののインパクトが硬い硬い。しかしバルカンがスタンに捕まって、さらにはブロークンブレード体力の減ったジョジョピンを貫いて戦勝の地を展開して、一気に G2 スポーツ状況を好転させた。フロントを張っていたインパクトまで持っていくのはブロークンブレード。これで3キル獲得は G2 スポーツ3-1トレード。ただこの状況でバロンをやるのはかなりリスクがあるように見えますが、ニダリーとあとはバルス、射程が長いチャンピオン2体いますよ。うまく避けなければいけない。バロンは早いことは早いですが、あっと健康一滴入った。ブロークンブレード危ない体力、インスパイアードがそこ狙って飛び込むんですが、ギリギリファントでバロンピットから離脱。飛び込んできたインスパイドの対処もきっちりと成功させて G2 e スポーツバロン獲得です。ここですね、まあ、キャップスをうまく捕める動き、テレポートまで合わせて決めたかなと思いましたけどね。ジョジョピュンがかなりうまく時間稼いだんですよね。ハガマスにシールドブレイクされて、ダブルのシールドほとんど無効化されて、その後 E でスターンさせたことによって時間稼げたかなとも思ったんですけど、この丸の身も含めてですね。ただフラッグとのアルティメットきっちり決まってましたね。これで相当数チャクラム稼いでましたから、 DPS しっかり足りてましたね。ザ・バロン獲得からドレイク獲得まで G2 スポーツ決めていきます。3キル、3つ目のドレイクになってますね G2 スポーツ、うん、キャップスはメジャーに勝ってたんですけど、ページ数は少なくなってしまいましたね。ただスノーボール自体はしっかりと成功しています。6000ゴールドまで伸びてますから、このままバロンを生かしてインヒビタータワー取っていきたいですね。いやブロークブレードは1人でミッドのイナタワー狙ってきますが、ここはさすがにイビルジーニアスも人数をかけて下がらせます。さあただそうなるとボットの
インヒビタータワー下までウェーブが押し付けられる展開となっていきますが、ただ投げれるチャンピオンがタワーを投げれるチャンピオンがアフェリウスのみで、緑カリブルも持ってないのでファイトベースでタワーを割っていくことに なりそうですね。もしくはこのフィオラのミッド到達を待つか。ミッドのインナータワーはブロンクブレードが獲得。イビルジーニアスはそちら側を狙う、切り替えていくか。インパクト、ジュジンの進撃、そしてイバラ打ちでブロークンブレードを手前に寄せていきますが、グランドチャレンジを展開してブロークンブレードを返していく。インパクトはそのプレッシャーで一旦下がる判断。そうなるとミッドに人数をかけようとしていたイビルジーニアス、ボットレンが手薄になったところを見逃さないのは G2 スポーツです。ボットインヒビターまで獲得していきます。そう、ネクサスタワーに到達しているところを見てミッド合流ですね。切り替えてヤンクスへ、クレイチャルプレスはジョジョ君にヒット、バルカンが丸飲みで助けていくが、キャップスがラチでバルカンに入っていく。そしてゾーニャの砂時計、無敵になってその時間を使ってミッドのヒッターがさらにはフラッグがかけゲイルフォース展開、前に出ていってジョジョ君を持っていった。さあそのままそのまま1人2人と倒していく。インパクトがフロントを張っていきますが耐え切ることはできません。3キル獲得は G2e スポーツ。さあバロンもまだ残してますから、ここで切れますかバロンバフ。ただ残りデスタイマー30秒。いやゲームエンドまでいけそうですか。キャプスのラチがバルカにまたった。そしてそこに入っていくフェロマンシー、 CC チェーンがうまく決まる。4キル目も G2 スポーツ、残されたインスパイアド一人ではどうしようもありません。 NA 対 EU 伝統のこの一戦は G2 スポーツ完勝、ネクサスを破壊勝利ということになりました。いやこの試合ではフラッグのアフィロス輝きましたし、あとはキャップスはそうですね、こういったチャンピオンを、ファイター系のチャンピオンを取った方がいいように見えますよね。やっぱいいですよね、パフォーマンスが段違い。ブロークンブレードもフィオラで活躍していましたし、なんかメタに合ってるのは G2 かなというふうに思っていたんですけど、まあ、1戦目はこう、はいはいはい、ケイトリンでちょっと戦ってみたかったってことだったでしょうかね。まあ、しかしその昨日の試合ではちょっとうまくいかなかった部分っていうのをこの2日目では修正して、非常にいい試合運びを見せてくれましたね。そうですね、最後のシーンなんかも、まあ、フィリオスラックとかも強気強気で前に出てダメージ出してきて、なんならサイラスのね、アルティメットタムケンチのそうでした、ね、アルティメットを乗っ取っていた、はい、でフラッグを救出するっていう、まあ、サイラスがタムケンチのアルティメットを取るっていうちょっと珍しい救出シーンなんていうのもありましたけどね、まあ、そういうところで G2 スポーツの完成度の高さっていうのもちょっと伺えるような一面もありましたが、ドラフトでもちょっと真岡を出して大丈夫なのかなと思ったんですけども、サイラスと、まあ、サイラスを取るっていうところで対処していった。そうですね、まあ、サイラス手順が取れるので真岡は開けたということだったと思いますね。まあ、そういったそのドラフトの駆け引きっていう部分でも、こう実にスポーツがちょっと上行ったかなっていうような試合展開になりましたよね。そうですね、まあ、マオカイ、アカリに対してはかなりこう強く出れるなという印象はあるんですけど、サイラスとなると継続戦闘能力がアカリとはかなり違うので、ちょっと辛そうな印象はありますよね。アルティメットを取られてしまいますし、今後のちょっとドラフトの流れにもマオカイを取るのであればサイラスオーバン、サイラスオーバンされたのであればマオカイオーバンみたいな、ちょっとそういう流れありそうですよね。まあ、確かそのローグ対ディアルク戦ではサイラスをバンしてましたもんね。確かね、もう真っ先にバンしてましたね、はい。まあ、ですから、まあやはりそういったそのドラフト、何をバンするか、そして何を開けるかっていうところ、まあ本当に簡単なように見えて非常に難しい、そこをうまく G2 としてはコントロールしてこの試合勝利を掴んだと。まあ、流れとしてもいい形で勝利しましたし、その活躍すべきプレイヤーがしっかり活躍してくれましたね。まあ、ダメージのグラフを見ても明らかですよね。ソロレーナー2人と、あとはゴールドを入れ た、フラッグドがしっかりと集団戦キャリーしきったというふうなグラフにもなってます。イビルジーニアスは、まあ、ニダリーセトという面白いピックも見せたんですけど、ちょっとこの試合では、うまく活躍させることができませんでしたね。まあ、ダメージを見てもちょっとジョジョピは苦しいんだなっていうような風にも見えましたし、まあ、ということで G2e スポーツが、まあ、この2日目でこの国際戦ワールズ2022での初勝利をつかんだということになりました。さあ、それでは続きましてゲーム3フナティック VS T1 ですが、ここで一度インターバルに入らせていただきます。それでは一旦失礼いたします。